フェス、フェス10月28日から、30日の月曜日までか。また48時間か。すごいスプラトゥーミーンみたいな、スプラトゥーミーンみたいな名前のフェスがやるぞみんな。今回のお題、スプラトゥーミーンの気になるお題は、友達にするだな、ゾンビ、骸骨、ゴーストのどれだみたいな。ゾンビか骸骨かゴーストという、全部友達にはなりたくない、怖いな。俺ちなみにホラー苦手な人なんですけど、可愛いなゴースト。ゴースト普通に可愛いな。で、骸骨はちょっと不気味だし、ゾンビは怖いし、みんなならどうする？いつもさ、フェスばっかだったけどさ、今回みたいにスプラトフィーン、まぁ、ちょっとね、仮装を釣り火連合がしてるみたいなんだけど、まぁ、ちょっとした一部の映像。これ、風花ちゃんが、なんだこれ、鬼？なんだこれ。で、ウツホが、鬼？ヘイさんは、これゴーストだね。エイさんゴーストになってる。あ、これゾンビメイクなんだ、ふうかちゃん。ゾンビメイク。で、骸骨メイクの打つ方ってこと？これちょっと楽しそう。普通に面白そう。やばー。で、ハイカラシティも様変わりしてるみたいで。はい、ハイカラシティの、アオリちゃんとホダルちゃんも変わってるみたいです。やばー。普通に楽しいよ、これ。ちょっと待って。ギアがプレゼントされるんだって。特別なギア4つ。マミーカヘッド、ミイラ男ですね。スキアリーフェイス。これは、デイビー・ジョーンズの、あれだ、クラーケンだね。キャプテン・カサゴ。これは、ジャック・スパローかな。カジキマスク。ワンピースで出てくるカラスだな。すごいな。新しいギアこれめっちゃ欲しい。スプラ2はキョンシーとか、ジェイソンだったんですけど。なるほど、ジェイソンは来ないで、クラーケンが出てくるのか。なるほどね。いいなぁ、これ、ハロウィン、めっちゃ楽しそうだなぁ。クラゲさんは、ちょっとゴーストっぽいけどさ、どこに入れるんだい？クラゲさん。無視されちゃった。もうみんな、あれだ。俺のこと無視するんだ。君も？君も無視。あ、話聞いてくれるの？君はさ、どこにするんだい？この世界は残酷だ。